アマモチャンネル。おはようございます。今錦帯橋の下に来ております。先日の大雨で、水量がかなり増して、結構高くまで来てたみたいです。まだ木とかが流されたのがくっついてますが、その横なんですが、ここに左側を見てもらったらあれなんで、こんなクロスになって、普通ならなってるんですけど、ここですね、クロスが今なくなってます。多分増水で流されたと思います。錦帯橋の下、実を言うとこんなになってますね。あまり撮影はしてるのかな、みんなしてないと思うけど、とりあえずこんな感じでやっております。でもここがなくなったのがちょっと残念ですね。